非常に面白いです。その人の日頃のね、いろんな行情とかね、個性とかいうふうなもの、個性の匂いって言っていいだろうな、そういうものがね、よく感じられるんですよ。不思議にね、そういうところでね、ああこれがこの人の特徴だなと思うときに、悪意がないですね。こちらが悪意を持つことがないです。親しみとして持てる。この親しみで持てるっていうのは嬉しいですよ、これは。そうですね、やっぱり年貢っていうのは年季の長い人で面白い人が多いですからね。芭蕉と同じようにねっちりとね、時間をかけてね、巻いてみたいというのが私なんかの思いですね。まあ途中で相手が、いやこれはもう退屈だって投げ出すぐらいの時間をかけてやってみたら面白いだろうと思うが、やっぱり人のものを選ぶってのは面白いですね。ひょいっとこう手に取って、ああこの子面白いなと、この人らしいなと、そういうふうに思う時ってのはあるんですけどね。その面白いなっていう瞬間がね、非常に鮮明に見えてくる場合がある、あるんですよ。もう登校っていうとね、鉢巻きしてね、それでふんどししてっていうのは、そんな考え方の人がいると思うんだけどね、これは大したことないんですよ。ここへ出すのに俺なんか資格はないんじゃないかとかね、そういうふうに考えたらダメなんだね。もっとね、気軽に考える。そんなね、硬くなる場面じゃないですよ。まあ言葉は良くないかもしれんけどね、田舎芝居を見に行った、なんだか俳句中ものを募集してたから出してきたと、それぐらいの気軽さでいいんじゃないですかね。